こちらが設計図です。ヘタの上下、指1本分ぐらいの幅でこのように顔を削ります。裏側のこの部分は残してください。このように竹串で描きながら、引っかきながら顔を削ります。削り終えたら竹串の裏をこのように差し込んで、外側の部分を身と皮を剥がします。しっかり剥がしたらこのように皮を取り除きます。この帯の部分はこのように手で剥がしてください。この外側の部分を裏返します。膨らんだ部分に親指を当てて割れないように慎重にこのように裏返します。反対側も親指を押し当てて慎重に裏返します。裏返したら真ん中をこのように押し付けてくっつけます。これを縦にしてみかんの実をこのように入れて胴体にします。頭がこのように倒れてしまうので楊枝をこのように裏から刺して固定させます。細い帯の部分をハサミで切ってさまざまなパーツを作ります。パーツを切り取りました。これが耳です。目です。鼻です。ヘタの部分を使いましょう。そして腕です。これを本体の方に貼っていきます。耳、目、鼻、みかんの皮の裏同士はくっつくのでぎゅうぎゅう押し付けてくっつけましょう。そして最後に腕です。腕、はい、これでかわいいパンダの完成です。